はい、それではここからですね、教科書の第2章の、連立一次方程式と行列に進みます。教科書は36ページですね。で、まず実際に説明に入る前にですね、この第2章の内容を大まかに紹介しておきます。この章の主な内容は、その連立一次方程式と行列の関係を調べるというものです。もともと、この我々が第1章でその行列についていろいろ扱ったのはですね、この大きな目的は、この連立一次方程式との関連を学んで、連立一次方程式を解くのにこの行列を活用しようというものです。で、その内訳ですけれども、まあ、1、2、3、4、5、6、7と書いておりますが、まず行列をより単純な形に変形させるという基本変形を学びます。で、2番目にその連立一次方程式を行列で表しまして、で、3番目にその連立一次方程式の解法をこの行列の積ですね、これまでやった積で表すと。で、4番目にはその連立一次方程式の中で特別なものをやる政治連立一次方程式、それからその基本解というものについて学びます。で、5番目からはですね、どちらかというとその方程式の性質について学ぶということなんですけれども、その行列の基本変形による不変量というのを取り出します。で、ここでランクという概念が登場します。で、不変量というのはその、数学的にある対象が持つ量なんですね。それはなんかいろいろ数だったりいろいろありますけれども、その量の中でその対象となる数学的なものをにいろいろ変形を加えても変わらないものをよく不変量と呼びます。ですので、行列はですね、例えば行列掛け算したり、いろんなことをすると、行列の形はいろいろ変わるわけですね。でも、そこでも、何をやっても変わらない行列のある性質っていうのがあって、で、そこの一つがこのランクと呼ばれるものです。で、このランクと呼ばれるものが、その例えば、連立一次方程式の解が存在するかどうかっていうのとか、それから解が一時的に存在するかっていう情報を与えてくれます。これが6番目ですね。そして最後は基本変形、行列の基本変形を使って逆行列を簡単に求めるという方法を紹介します。それではまず教科書の第 2.1 節のその行列の基本変形から進めていきたいと思います。一応この 2.1 節の内容をまたちょっと概要を説明しますと、こういう形になります。まず行列の行基本変形というのを学びまして、でこの行基本変形を行列で表すというのを学びます。これを基本行列と呼びます。でそしてその今後その方程式を解いたりするのによく使われるこの階段行列ですとか解約階段行列っていうのを学びまして、で、次にその行変形で解約階段行列を得る方法について学びます。で最後にこの正則行列がこの基本行列と呼ばれる行列の積で表せるということを学びます。それではまず最初なんですけれども、連立一次方程式をですねの解法と行列の基本変形っていうのはどのように対応づけられているかっていうのをちょっと紹介したいと思います。連立一次方程式の解き方っていうのは多分皆さん中学の数学などで習ってきたと思うんですけれども、基本的にはこの方程式、例えばこれは変数が2個あって、方程式が2個ある2元の連立一次方程式ですね。でこれ解くときにはどうしたかっていうと、ある方程式を定数倍したりとか、あと定数倍したものをもう一方の方程式に加えたりして、その x とか y が入っている変数をうまく消去してですね、最後には x イコールこれこれ、y イコールこれこれという解を導いたと思います。で、これ、今回はこれと同じことをですね、行列でやってみようというわけです。でそこで、今、こういう連立一次方程式が与えられたとしましょう。で、この、連立一次方程式のですね、この係数ありますよね。2x プラス 5y イコールマイナス11っていう、こういう2とか5とかマイナス11っていうの係数をですね、位置関係をそのままでこの行列にこうやって表してみます。で、こういったで、これ1行目が1番目の方程式の係数、それから2行目が2番目の方程式の係数ですね。そして一応ですね、ここで第2列と第3列の間に縦棒を入れまして、その統合の方程式の統合の右辺と左辺がこう区別して見えるようにしておきます。まずこのような形でその与えられた連立一次方程式からですね、その係数を並べた行列を作ります。
で、次なんですけれども、ここから連立次方程式を解く操作に対応する行列の変形をしていくことにします。まず最初はですね、これ何やるかっていうと、この1番目の方程式ですね、上の方程式に下の方程式の2倍を加えます。目的は、この1番目の方程式の 2x っていう変数を消去したいんですね。で、どうすればいいかっていうと、下の方程式はマイナス x がありますから、2倍して上の方程式に加えれば 2x 消えるわけですね。でそこで同じ操作を行列の方でも行います。この第2行を、第2行の各要素を2倍して、これ全部第1行にこう同じ列のものを加えていくと。そうすると、方程式ではこのような形に変形されたものですけれども、それに対応する行列として、こういう行列が得られるわけですね。で、これは、方程式の係数を変化させたものが、そのまま、こう、対応しているということがわかると思います。で、今度は、この方程式なんですけど、これは、下の方程式のこの 4y っていうのを消したいんですね。でそのために上の方程式の2を2マイナス3分の4倍したものをこう下の方程式に両辺加えます。で同じことを、そうするとまあこういう形になるんですけれども、同じことを行列でやるわけですね。行列の時には、第1行を、マイナス3分の4倍して、これを各列、第2行の各列に加えると。そうすると、まあ、こういう行列が得られるわけです。でこれも変形した方程式に対応しているというわけですね。で、最後、最後にもないんだけど、今度は x イコール何とかと y イコール何とかっていうのが形になったんですけど、なんとなく x イコール何とかの方を上に持っていきたいので、この2つの方程式の上下関係を交換することにします。で、下の方の行列は、それは第1行と第2行を交換することに対応するわけですね。で、まあ、こういう方程式になりましたと。で、最後は、このマイナス x イコールマイナス2とかっていうふうになってますから、これ、例えば、この1個目の方程式はマイナス1倍すれば、x イコールほにゃほにゃっていう解になります。ということで、1番目の方程式はマイナス1倍、2番目の方程式はマイナス3分の1倍することにしましょう。そうすれば、最後、x イコール2、y イコールマイナス3というふうになって、方程式が解けたということになるわけですね。で、同じ操作は、この下の行列でも、第1行はマイナス1倍、第2行はマイナス3分の1倍というふうにすると、こういう形が得られます。で、ここではちょっと注目したいのは、左側2列ですね、左側2列が 2×2 の単位行列になったということですね。で、右側にその解の x イコール2とか y イコールマイナス3が出てきたというようなことが分かると思います。ということで、以上で方程式が無事解けまして、で、これに対する行列の変形も終わりましたということになるわけです。で、以上をまとめますと、この連立一次方程式の加減法と呼ばれる解法とですね、それから行列の変形というのに次のような対応があることが分かります。まず、一つ目は、ある方程式を C 倍する、C は今実数としまして定数倍するというのが、行列の変形ですと、このある行を C 倍するという操作に置き換えられます。で次に、2個の方程式を入れ替えるっていう操作が、その行列では2個の行を入れ替えるっていう操作に対応しています。で、3番目に、このある方程式の C 倍を他の方程式に加えるっていう操作が、行列では、ある行の C 倍を他の行に加えるっていう操作に対応しています。ということで、その連立次方程式を解くときにやっている操作って本質的にこの3種類なんですけれども、これに対応する行列の変形の操作っていうのが、3種類。得られますので、今後はこの行列の変形を使うことで連立次方程式を解くということを考えていきます。で、これを踏まえまして、その教科書の36ページにある基本行列というのが定義されます。一応ですね、定義を読みますと、まず、単位行列ですね、M 字の単位行列にその行変行基本変形を施したものをそれぞれ M 字の基本行列と言います。で、その基本変形、カッコ1、カッコ2、カッコ3というのはこういうものです。1番目は、第i 行を C 倍すると。C は0じゃない数ですね。で、2番目は、第i 行と第 j 行を入れ替える。で、3番目は、第i 行に第 j 行の C 倍を加えるという操作です。で、
それをですね、施したものを M 字基本行列っていうんですけれども、実際にじゃあどういうふうにな行列になっているかちょっと見てみましょう。まず大安行を CY した行列っていうのはこんな形になっていて、そのまあ第 II 成分だけですね、II 成分だけが C になってて、あとの対角成分は1というような対角行列になっております。で、このような行列をですね、今後はこの EI の括弧 C という記号で表しますので、ご承知おきください。で次に、第 I 行と第 J 行を入れ替えた行列ですね。これは、こんなふうにですね、その対ほとんどの成分は対角成分なんですけれども、この第 I 行と第 J 行だけこんなふうに入れ替わっていると。こういう形になっております。で、こういう行列を今後は PIJ というふうに書きますので、これもご承知おきください。で、最後に3番目ですけれども、第 I 行に第 J 行の C 倍を加えますと、この第 I 行にこの第 J 行の C 倍を加えますので、この IJ 成分に C が追加されます。で、こういう行列をこの EIJ の C というふうに今後書きますので、ご承知おきください。ということで、その、まあ、以上のですね、その、3種類の行列を使って、まあ、これから、その、行列の行をいろいろ変形していくということを行います。で、ここで一つ、命題がありまして、37ページにあるんですけれども、今、出しました3つの基本行列っていうのは全部正則行列であって、で、基本行列の逆行列もまた正則、基本行列であると。いう性質が成り立っています。で、それはなぜかっていうことなんですけれども、これはその各基本行列が表す基本変形です、行変形に対して、じゃあその逆行列に相当する逆の変形は何かっていうことを考えると納得がいくと思います。まず最初に、この EI の C っていうのは何だったかっていうと、第 I 行を C 倍する行列ですね。ある行列の第 I 行を C 倍した際に、その行列を元に戻すには、どういう操作をすればいいでしょうか。答えは、一回第 I 行を C 倍したんだったら、まあ、第 I 行を C 分の1倍すれば、まあ、元の行列に戻るわけですよね。ということで、この基本行列の逆行列は、このような形で書くことができます。で、二つ目は、これ、第 I 行と第 J 行を交換した行列ですね。これを元に戻すにはどうすればいいかというと、また、その第 I 行と第 J 行をもう一回交換すればいいということで、この PIJ の逆行列は、実は PIJ になるんですけれども、面白いのは、この PIJ の逆行列が自分自身が逆行列になっていることですね。それから、3番目は、第 I 行に第 J 行の C 倍を加えた後で、それを元に戻すにはどうすればいいかというと、第 I 行から第 J 行の C 倍を引くという操作をすれば元に戻ります。これはこの EIJ でマイナス C 倍というこういう形で表すことができるということで、一応この一回行った基本変形を元に戻す操作を考えることで、その逆行列が存在するということが分かります。で、次に注意ですね。で、37ページにありますけれども、実は、その、先ほどこの授業の最初でですね、連立次方程式を解くときに、一緒に、この、ある行を、行列のある行を何倍したりとか、あるいは、ある行を何倍して別の行に加えたりとかっていう計算をしましたけれども、この計算が実は、この、今述べた3種類の基本行列をですね、元の行列 A に、左からかけることで、行えると。いうところが一つのポイントです。その今まで手作業で行を引いたりとか行を何倍かしたりってやっていたものがこれ全部基本行列の掛け算でできるんですね。で、それはなんで嬉しいかというと僕は計算機を使った数学を専門にしておりますけれども計算機を使う数学っていうのは基本的に全てのものをちゃんと計算できる形にしなければならないんですね。だからある行から別の行を手作業で引くとかっていうのはかなり抽象的でコンピューターには任せられないわけです。で、それが行列の掛け算でできるってことになればちゃんとこれこれの行列を作って掛けるっていうことを計算機に指示を与えることができます。だからそういう意味では計算的にも非常に、有効な方法であります。
で、これを踏まえて今後はですね、この行列 A に対する行変形っていうのを、その今述べた3種類の基本変形を繰り返して A に左からかけるという操作に帰着させますので注意してください。